この動画では塩分分析系 SAT500 の特徴を紹介します。塩分分析系 SAT500 には次の特徴があります。特徴の一つ目は簡単測定です。測定は電解液が入った専用ビーカーにサンプルを注入するだけです。 ディスペンサーの使用になれれば簡単に測定が可能です。特徴の二つ目は短時間測定です。1% NaCl 標準液を測定した例を紹介します。測定値がカウントアップしていきます。 1%NACL で測定開始からプリントアウトまで約25秒と短時間での測定ができます。特徴の3つ目は高精度測定です。1%NACL 標準液を測定した例を紹介します。 連続しししてて回測定した動画を表示していますこのように20マイクロリットルディスペンサーによる 1%NACL 標準液で CV 値0.5%以下の測定が可能です特徴の4つ目は同一の電解液で 連続測定が可能な点です。1%NACL で約100回、醤油で約50回測定が可能です。手分析で使用する硝酸銀溶液の準備が不要です。また、排気量を減らすことができます。 モール法で醤油を測定する場合、1回あたり50ミリリットル以上の排液が出ます。対して SAT500 の場合、50から100回の一連の測定で排液量は約25ミリリットルとなり、排液量を減らすことができます。同一の電解液で連続測定できますが。 電解液は徐々に消耗していきます。電解液の消耗度を画面に表示しますので、交換時期の目安を知ることができ、安定した測定が可能です。今回は塩分分析系 SAT500 の特徴を紹介しました。SAT500 は簡単、短時間で 高精度な測定が可能です。最後までご視聴いただきありがとうございました。本動画以外にも SAT500 の特徴や測定原理、選定の注意などの動画をご用意していますのでご参照ください。